こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は使いづらい収納のパターン別攻略法とおすすめ収納グッズをご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まず一つ目のパターンは奥行きが深すぎる収納です。代表的な例は押し入れです。奥行きが深いと奥のものが取り出しづらくごちゃごちゃになりがちです。また、押し入れ以外でも収納棚で奥行きが深い場合も奥のものが出しづらかったり、階段下収納など天井が低くて奥行きが深い場所も使いこなすのが難しいスペースです。こういった奥行きが深い収納の攻略法の一つ目は、キャスターを上手に活用するということです。こちらは押し入れの下段にキャスター付きのワゴンを2種類設置した例です。1つはニトリの2段に分かれたタイプのワゴンです。こんな風にボックスと組み合わせて小物を収納したり、ちょっとかさばる雑貨なども取り出しやすく収納できます。もう1つはカラーボックスのような棚にキャスターが付いたタイプのラックです。こちらは押し入れに本や書類を収納したいときに便利なラックになっています。また同じようなラックを階段下収納に使う方法もあります。こちらのお宅ではティッシュやトイレットペーパーなどの紙物のストックにキャスター付きワゴンを活用されています。階段下収納用のワゴンはダイソーのジョイントラックで低価格に作ることもできます。ダイソーのジョイントラックシリーズは棚板やポールの種類がかなり豊富なので、置きたい場所のサイズに合わせて組み合わせれば収納のサイズにぴったり合うように設置できます。ワゴン以外にこういった台車を活用する方法もあります。この台車は横向きだけでなくこんな風に縦向きにも連結できて耐荷重も80キロあるので重たいひな人形や季節家電の収納にも使えます。こちらはおもちゃの収納に使っている事例ですが、お子さんでも簡単に出し入れできて便利です。また、ボックスに貼れるタイプのキャスターもあります。裏側が粘着テープになっているので、こんな風にボックスに貼り付ければ、重たいボックスも押し入れに出し入れしやすく収納できます。他にも、こちらのニトリの N インボックスシリーズの場合は、大きいサイズのボックスは裏側にキャスターが差し込める仕様になっているので、簡単に動かすことができて便利です。また、キャスターが使えない高さの収納の場合は、ケースやラックで手前と奥に仕切るというのがポイントです。こちらのお宅の奥行き深めの収納棚の例では、3COINSのコットン収納ボックスを使って奥行きを手前と奥に仕切っています。持ち手がついているので奥のボックスも取り出しやすく、こんな風に手前と奥に並べて使うことができます。高さの浅いタイプを手前に置くと、さらに奥のボックスも見通しやすく収納できます。また、IKEA のスクップというボックスも奥行きが深い収納に便利です。こちらも持ち手がついているので奥のボックスも取り出しやすく、大きいサイズのボックスは押し入れに布団などを立てて収納したいときにも便利な大きさです。また、ボックス以外にラックを使って空間を仕切る方法もあります。こちらは押し入れ上段にラックを立てて置いている事例ですが、ラックを横向きに置けば手前はハンガー収納、奥は棚として空間を分けることができます。さらに同じような収納を別々の収納グッズを使って作ることもできます。こちらのお宅では手前に伸縮式のハンガーラックを置いて上着を収納、そして奥にはカラーボックスを置いて手前と奥に空間を区切られていました。続いて2つ目のパターンは配管が邪魔な収納です。キッチンのシンク下が扉式の収納になっているお宅の場合、スペースはあるのに配管が邪魔で、どう使ったらいいかわからずお悩みのお宅も多いです。また、キッチン以外に洗面台下収納も扉式で配管が邪魔になってしまう構造のお宅が多いです。配管が邪魔な収納の攻略法1つ目は、配管を避けられる収納を活用するということです。こちらは配管があるシンク下用の伸縮ラックです。こんな風に配管を避けて設置することができるので、配管が邪魔なシンク下も空間を仕切ってフル活用できます。ニトリからも同じようなラックが出ていて、こちらもシンク下の空間を仕切った収納を作ることができます。洗面台下収納の場合は、突っ張り棒を活用する方法もあります。突っ張り棒用のバスケットを組み合わせれば、こちらも配管を避けて洗面小物が収納できます。
バスケット以外に突っ張り棒用の棚板を使う方法もあります。こちらも配管の横のデッドスペースにケースを置きたいときに便利な方法です。そしてもう一つの攻略法は、奥行きの違う収納ケースを活用するという方法です。こちらのお宅の場合、重ねられるケースを使って高さを活用していますが、奥行きの深い場所にはファイルボックスを使用。そして配管があって奥行きが浅い場所は、奥行きが小さめのボックスを併用して上手にスペースを活用されています。こちらのお宅の場合は、同じ無印良品の柔らかポリエチレンケースを使われていますが、サイズを使い分けることで配管を避けて収納しています。無印良品以外に100円ショップの収納ケースでも、同じように奥行きが浅い場所と深い場所で見た目が似ているケースを組み合わせて収納することもできます。続いて3つ目のパターンは、仕切りがないまたは少ない収納です。難度や広めの階段下収納などの場合、棚板がついていない構造のお宅も多いです。また収納棚もお住まいによっては棚板の間隔が空きすぎていて使いづらい場合があります。そういったスペースの攻略法、一つ目は、空間を横に仕切る収納家具を活用するということです。あまり高さのないスペースを仕切りたい場合は、腰くらいまでの高さのオープンラックが便利です。ストック品などの細々したものを分かりやすく収納できます。高さのあるスペースの場合は、背の高いラックを活用すると上の方までしっかりスペースが活用できます。クローゼットなどの細長いスペースを活用したい場合は、カラーボックスを使う方法もあります。クローゼットにカラーボックスを配置すれば、洋服だけでなくストック品の収納や小物類の収納スペースとしても活用できます。またカラーボックスの横にスペースが空く場合は、掃除機や扇風機などの高さのある家電の収納スペースに使っても便利です。こちらは押し入れサイズの難度にスチールラックを組み合わせて活用されている例です。真ん中にスチールラックを置いて小物を収納され、ラック横のスペースには背の高い家電を置かれています。こちらのお宅はクローゼットをユニットシェルフで仕切られています。左右にシェルフを置いて2人のお子さんの学用品やおもちゃなどの小物を収納されています。またこちらのお宅ではクローゼットに本棚を置いて空間を仕切られています。奥行きのあるクローゼットなので、本棚も横向きに置くことでスペースを有効活用されています。そしてもう一つの攻略法は、棚板の間隔を埋める方法を取り入れるということです。棚の側面にダボ穴や棚柱がついているタイプの棚の場合は、ホームセンターやネットショップなどで棚のサイズに合った化粧板をオーダーして、ダボや棚柱に合うタイプの棚受け金具を購入すれば、棚板の枚数を増やすことができます。棚板が増やせないタイプの棚の場合は、突っ張り棒とワイヤーネットを活用すれば、比較的軽いものであればワイヤーネットの上に乗せて収納することができます。他にもこういった吊り下げ式のラックを活用する方法もあります。ワイヤーラックに追加してストック品を収納したり、本棚の空いているスペースに小物を収納したり、下駄箱などの一部に折りたたみ傘などを収納する用途でも使えます。またこちらのお宅では押し入れ用のラックを活用して空間を仕切られています。枕棚を上下に仕切ってバッグを収納したり、かさばる寝具や寝かせて収納したい着物の収納にも活用されていました。そして最後に4つ目のパターンは、高くて取りづらい収納です。踏み台がないと取りづらい収納棚やクローゼットの上段や、押し入れの枕棚や天袋、そしてキッチンの釣り戸棚上段など、どう使えばいいかわからないという方も多くいらっしゃいます。高い場所にある収納の攻略法、1つ目は、かさばるものを柔らかいボックスに収納するということです。高い場所の収納グッズで特に人気があるのが、先ほども登場した IKEA のスクップです。下まで持ち手がついているので、踏み台なしでも出し入れしやすいのが便利なスクップですが、こちらのお宅ではクローゼットの上段に並べておいて、時々使うバッグの収納に活用されています。またこちらのお宅では奥行きのあるタイプを押し入れの天袋に配置して、季節外の布団の収納に使われています。スクップ以外に 3COINS のクリア収納ボックスも高い場所の収納に便利です。使用頻度の低いバッグやオフシーズン服をクローゼット上段に収納したり、大きいサイズにかさばるぬいぐるみを収納して押し入れなどの高い位置に収納することもできます。
またセリアで売られている蓋付きクリア収納ボックスも意外と収納力があります。カラーボックス1マス分のサイズですが、薄手の掛け布団なら畳み方を工夫すれば収納できるので、押し入れのない間取りでもクローゼットに収納できました。またもう少し素材がしっかりしたコットン製の収納ボックスなら、こんな風に学用品などの小物も収納できます。これも使用頻度が低いものは高い場所に収納すると便利です。こちらのお宅では無印良品のソフトボックスの蓋付きと蓋なしのタイプを並べて、こんな風に使用頻度低めのおもちゃや学用品のストックを収納されています。そしてもう一つの高い場所の攻略法は、細々したものは持ち手付きケースを活用するということです。持ち手付きボックスで人気が高いのはニトリの釣り戸棚ストッカーです。持ち手が下まで付いているので高い場所でも出し入れしやすく収納できます。こちらは洗面所でストック品の収納に使っているところですが、ボックスがしっかりした素材なので重さのある洗剤なども出しやすく収納できました。また3COINS の釣り戸棚ボックスも持ち手の下の部分が取りやすく高い場所に便利なアイテムです。食品のストックや消耗品のストックなどを収納してキッチンの高い場所に置きたいときに活躍します。またセリアのアレンジシリーズも高い場所の収納に便利です。持ち手のついているタイプはもちろん、奥行きが浅くて持ち手が置けない場所はこんな風に大きいサイズを横向きに置いても側面の穴に指をかけながら取れば高い場所でも出し入れできます。こちらのお宅でも100円ショップの持ち手付きボックスを釣り戸棚の収納に活用されています。棚の幅や収納したいものに合わせて違うタイプの持ち手付きケースも併用されていました。またこちらのお宅も下段は食器を直接収納して、上段には収納ケースを使って使用頻度低めのものを収納されていました。いかがでしたか？使いこなすのが難しい収納も工夫次第で有効活用できそうでしたね。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。